砂列伝をスタートいたしますが、ググってもなかなかわからないというようなね、答えをいただいた方もいますので、今回もひょっとするとちょっとねこれ難しいのかなと思いますが、人物像とエピソードどの方を私がお話しているのかじっくりお考えください。難しくなってるというよりもね、有名どころっていうのは結構ほらもう何かこうヒントらしいヒントがあってポッと名前出てくるじゃない、うん、松永が見た話とかこの人をちょっと話したいなっていうのはほら関連しかなかったりすると結構ね難しかったりするんだけど、うん、今回もねちょっと難しいかも。投手として入団したんだけど後々にこう野手に変わるんだよ。最終的に聞いた時にモサレツ伝って どういう意味っていうのところに多分話がもあの変わっていくと思うんでね、最後までしっかり聞いていただきたいと思います。まあ私がこう入団する時を遡っていって、もっと遡った高校時代に行くとね、高校時代の監督がね札幌ビールっていう社会人にいたんだよ。あの当時はね、プロ野球と社会人チームとクラブチームっていうのがこう分担されてて、社会人で結構こうバーッと社会人のクラブって結構多かったのね。でその時の高校の監督が札幌時代のなんか一緒にやった方がプロの世界にいて、でこの方に一応プロ入団する時にね挨拶をしとけよってよく言われたの、しに行ったのよ。そしたら当然ね、お聞いてるぞってその高校時代の監督のニックネームで、ね、言ってきたね、で聞いてるぞって頑張れよって言ってね結構ね面倒見てくれたかな、この野球界っていうのは、あの自分の先輩からこう連絡受けて、おい今度俺の教え子とか来るからよろしく頼むねって言われたらね、大体こうちょっとこう話したりはするもんなんだよ、ベースとすればね、でそっからも俺も入っていったし、シーズン中っていうかその在籍してた時はね結構声かけてくれたりね、実績はどうなのっていうとね、トータルで12年かな、12年、じゃあ実績はそんなにすごい実績を残してるのかっていうとそうでもなくないね、じゃあなんでモサなんだって話だよね、でこのモサがね前回のモサの方で、あの金田さんとの兼ね合いがあったじゃない、ね、まず尊敬心を持ってて、金田さんに、変化球の投げ方を教わりに行ったら、まあ、いわゆる門前払いされる前に一言付け加えられて、教えてほしかったら銭持ってこいって、それから今度尊敬から敵外心に変わったり、それがどうつながるのかっていうと、同じようなケースなのよ。同じようなケースがちょっとあって、何があったかっていうとね、もともとこの方は投手で入ってて、それからバッターに転向したのね、で外野もやったりするんだけど大体は内野手をやってたのよ。で内野手をやってる時に俺もらねスイッチやると同じぐらいに内野に転向っていう話があった、その時にねコーチにサポーターとかカップっていうのが、分かる分かる道具ね、そう内野手の場合はとか、あのキャッチャー含めた人はね、みんなねサポーターにカップを入れてね、まあ大事な部分をこう守るのにこうプラスチック製のやつをこう入れるやつがあるんだよ、俺はねやったことないしつけたことないんだ。あ、そうなんだ。ピッチャーとか嫌だからさ、今まで。そしたらね内野転向するときにね、あの持ってないのかって言われたのよ、持ってないよね当然、だから誰か余ってる人がいればっていうことでね、この先輩に声かけたの、内野をしてたから、でね年齢から言うとね俺のちょうど一回り上、12上なんだよ。だから今72歳かな。余ってるやつはないですか、使わないやつはないですかって、あるぞって言われてピッて、じゃあ貸してもらえますかって、あげるよって、ね、でサポーターもらった、すいませんついでにあのカップないですかって聞いたよ、あカップあるあるって言って、でカップもやった、どうしたんだよ急にって言ってね、サポーターとカップをね手にしてね、じゃあ実はコーチにね、あの内野手に転向するって言われました、まあ普通にこう、報告みたいな感じで話したのよ、入団する時にさ、同じチームに仲のいい選手作っちゃいけないとかさ、友達を作っちゃいけないって言われてたじゃない、
で、まあ我々の時代の前も多分そんなことを言われてたんだよね、うん、そしたらね、俺がピッチャーと外野やってる時はこの方内野だったからさ、うん、優しくしてくれたんだよ、うんうん、で内野になった時にね、一言なんて言われたと思う？お前は10年経っても絶対に内野手で大成しないって言われたんだよ。あ、そう。お前みたいなやつがって言われたよ。あ、それでね、今までね、あ、もう監督の後輩で挨拶してすごくね、先輩で優しくしてくれた人っていうイメージがあったのがね、もうその言葉を聞いた瞬間にね、ガラッと180度変わったんだよ。とね、なんかね、もうメラメラとね、炎がね、湧き出てね、うん、で、それでね、よし、見とけ、絶対10年以内に、10年以内と言わずに、絶対内野で成功してやろうと思う気持ちをね、うん、植え付けさせてくれた人なんだよ。はい、だから、今回のね、猛者はね、この方自体が、もうそれは考え方もすごく猛者なんだけど、あの、どういう猛者かというと、俺を猛者にしてくれた猛者の方っていうイメージなんだよ。はいはい、うん、だから今回は前回の方のその心理的な尊敬から敵外心っていう気持ちと親しくしてくれてる人で、なんかすごく親切な方が急に豹変してなんか変わったところがちょっとね、なんか重なってる感じがしてね、繋がって思い出したね。そう、で後ね、俺はほらそう思ってやってきたわけじゃん、ずっと。でその後にね、引退先にちょっとされたわけ、うんね、で俺オールスターに出た、でオールスターに出てね、あの名古屋球場に行ったんだよね。そしたらこの方がね、ちょっとね、スポーツ店にこう就職してたみたいで、でオールスターの時にね、必ずねスパイクのあれなんていうの、こう折り曲げるとこってあるじゃん、あのちょうどあの甲のところの、はい、うん、あそこにねオールスターゲーム千何百何十何年って言ってね、全部刺繍が入ったやつをね、持ってきてくれるんだよ、うんうん、でね、この方が持ってきてたんだよ、俺のところに、うんうん、ね、松、オールスターおめでとうっつって、そしたらね、その時にね、実はね聞いたんだ俺、うんうん、こんなこと言ったことを覚えてますか、うんうん、なんて言ったの、覚えてないんじゃない、覚えてない、うん、覚えてない、そしたらね、俺はそんなこと言った、俺は言ってないぞって言うのよ、うん、だけどね、成功した時はね、うん、前も言ったと思うけど、うん、言葉は変わるって言ったじゃん、うん、成功した時は言葉が感謝に変わって、うん、成功しなかった時には恨みに変わるっていう、うん、ね、あの恨みのまんまでいるっていうじゃない、俺ね、やっぱね感謝の言葉出たもん、うんうん、で、あの時こうこの方に、うん、いや、いいんですよ、もう全然良かったですよ、あの一言があってね、もうほんと自分自身をしっかり見てね、あの自分をもう磨き上げるチャンスになって、本当にオールスターに出るまでの選手になって、本当にありがとうございましたって言ったよ。そしたらね、いや俺言った記憶ないんだけどなってやっぱ言ってたけど、うん、でもね、あれはやっぱりね、大きかったね、うん、だから今回の猛者はこの方の一言で俺が猛者になったというねこういうね、はいはい、うん、流れね、そう、そういう流れでね、ちょっと続けていこうかなと思って、同じチームに友達を作るな、親友を作るなっていうようにね言われた時に、やっぱ意味が分かったよね、うん、急にやっぱり変わったもん。そこから会話とかもしなくなったの？全く、俺の方はもう全くしないし、向こうもしてこなかった、うんうん、もうあの一瞬の出来事で言ってて、うん、急に俺の方がこう、そうそう、あの しなかったら、うん、多分あいつなんだよって思ってたかもしれない、ね、逆に、ね、その2軍で1年かそのぐらいはこう一緒にかぶってやったけど、ファーストを守ってたんだよ、で左の方でね、体の特徴はね、すっごい柔らかいの。もうね、一塁ベースにね、あのボールを取るときはね、あの開脚してね、もう右足と左足が180度ぐらいね、あの体操選手ぐらいになるような感じでね、ダーンって取る人なのよ。このぐらいね、あのすごく体が柔らかい人でね、でバッティングよりもこう守備の方のね、こう体の使い方とかっていうのはね、すごくね、柔軟があってね、見れるものがあったっていう感じだった。野球選手って体の柔らかい人多いの？うん、そうでもない、そうでもない、なんかそこまでさ、柔軟性がどうこうっていうようなさ、競技じゃなさそうな気がしたからさ、だからその人すごい体柔らかいのよ、うん、で体が柔らかいからっていうから、じゃあそしたらあのバッティングも走塁もすごくいいのかっていうと、やっぱクエスチョンだったよ、うん、だよく世間で言ってんじゃん、体が柔らかくないとダメだとか、うん、でも俺見る限りは体の柔らかいからって言ってみんながみんな成功してるわけじゃなくて、体が硬いから、俺もね、うん、すごいもう体硬い方なのよ、もう長座してね、あの前屈するじゃん、ほら、うん、もうね、後ろからね、あの押してる先輩がね、お前の背中鉄板が入ってんのかっていうぐらい硬、ね、いし、腰の上にね、こう開脚した時に乗らないんだよ、全部お腹へっこんでる感じになってね、それでも成功するんだからね、うん、だから硬い柔らかいっていうのはもう、あんま関係ない、もう関係がない、
うん、もうこれはね、もういろんな選手見てきた結果、硬いよりもじゃあ柔らかい方がいいんじゃないのっていうね、膠着垂れる人も結構いるんだけど、硬い柔らかいっていうのはね、そんなに影響はない。まあ柔らかい人は柔らかい人なりに工夫してるだろうし、そう、うん、硬い人も硬い人なりに工夫してんだからね、うんうん、そう、うん、だからもうそれはね、もうね、あの柔らかいからね、あのいいとかね、お前硬いからダメなんだっていうのはね、俺はもうあのそんなあんまりこう偏見はないけど、でこの方は本当に体が柔らかい感じでね、ボールのこうハンドリングもすごくうまかったけどね、うん、まあ、そういう感じの人で、今回の猛者の方、皆さんお名前ね、わかるでしょうかね。ヒントを言うと、阪急で同じ、もともと巨人に入ったんですよ。でそれから中日に行って、最終的に阪急に入って、阪急時のね背番号が47番、コメント欄にお名前とエピソードなんかともね、書いていただければ、コメント欄で盛り上がっていきたいと思います。今回のサレツ伝、これにて。